はいどうも、高桐満です。今回はですね、また山の方に採集に来ております。で、今日めちゃくちゃ暑いんですけど、今回はまたトカゲ釣りをやろうと思います。もう今日朝からめちゃくちゃ気温が上がってて、今日最高気温がね、予想23度なんですよ。そうだから絶好のトカゲ釣り日和なんで、今回はこの日本トカゲがたくさんいる石垣でトカゲ釣りをしようと思います。はい、早速日本トカゲを見つけました。石垣の隙間でこれ日光浴してますね。で、手で取るのめっちゃむずいんで、ミミズを餌にして釣り上げようと思います。はい、こうやってね、トカゲの顔の前でちらつかしてやれば反応します。お、はい、餌が外れちゃったんで餌をつけ直しました。で、結構ねこいつ引っ張る力が強いです。でね、また新しい餌を持ってくるとこうやって反応します。ほんとね、餌に夢中になるとめちゃくちゃ無防備ですね。ほらほら、よし、釣れました。はい、日本トカゲ釣れました。やっぱ結構簡単に釣れますね。はい、またいました。ちょっと中入っちゃったんですけど、この隙間ですね、ちょっとちっちゃめの日本トカゲが顔出してました。出てこへんかな。いる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 、はいはい、うう、はい、やばい、よいしょ。で、さらに近くにもいます。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、この隙間ですね。ほら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 、はい、めっちゃ釣れる。はい、最終開始約10分で3匹も取れました。いや、めっちゃ釣れますね今日は。いや、みんなめっちゃ元気ですね。やっぱ最近も暑いから動きが活発です。はい、また日本トカゲ見つけました。で、今度はこのパイプのちょっと上、石垣の隙間があるんですけど、ここにいました。で、ちょっと近づいたら中入っちゃったんですけど、また餌で外におびき出そうと思います。はいはい、こうやってね、また警戒してても簡単に餌があれば釣れます。ちっちゃいのがいる。釣れるかなこれ。あ、反応しいひん全然。あ、はい、また2匹取れました。で、まさかのちっちゃいやつも取れましたね。こいつめちゃくちゃちっちゃいですけど、このサイズのやつも反応しました。いや、やばいな、めちゃくちゃ取れてます。で、やっぱこうしてみると日本トカゲの幼体って全然やっぱ色違いますね。ほら、尻尾結構青いし、で、体に筋入ってるし、で、大人になったらこんな感じで茶色くなるんですよね。
ちなみにね、今回こんだけトカゲ釣ってますけど、全部逃がしますんで、ご安心ください。あの乱獲とかそういうつもりで撮ってるんじゃないんで。はい、またニホントカゲがいましたけど、今度はパイプの中ですね。結構ね、パイプの中のニホントカゲって釣んの難しいんですよ。なんか知らんけどめっちゃ警戒心高くて、で逃げ場もめちゃくちゃあるんでね、結構釣るのが難しいんですけど、またミミズで釣ってみます。でこうやってちらつかしてると結構反応はしてますね。だからこれでうまく外までおびき出せれば釣ることができます。いや、いけるかなこれ。結構やっぱ警戒はしてるんで、ぐいぐいは来ないです。ただもう食べようとしてるからあと一歩。はい、もうちょっと外に出てきてほしいな。ちょっと逃がしてしまいました。いや、結構警戒心強かったですね、このパイプの中のやつ。多分落ち葉の中に今隠れてると思うんですけど、もうここまで来ると取れないですね。まあ一回いっぱい取れてるし。でやっぱ今日はほんとめちゃくちゃいますね。今日風もあんまないんですよ。やっぱ風ない時の方が取れますね。よし、まあこんなもんですかね。とりあえず石垣はこの辺で終わりです。いや、全然往復とかせんとたくさん取れましたね今日は。いつも結構行ったり来たりするんですけど、今日はめちゃくちゃ調子が良かったです。はい、今日取れたやつは逃がしました。ほら、でも他のやつ結構隠れちゃったけど、もういろんなとこ行きましたね。じゃあな。